ほうほう。そうなんですよ、もうカメラが限界来ました。やばいねこれ。いや、やばいっす。すごいっすよ。シャンデリアがついて、シャンデリアが、いや、そしてですね、横乗ってて、つい黙っちゃったっす、もうすごすぎてちょうどこうやっぱマニ割りの音がいい感じに聞こえて、で何しろこっからの景色がかっこいいんですよ、この、はい、こういうでやっぱ V だからこうなるんですよ。かっこいいんですよ。これ後で車両紹介撮ろうか。そうっすね。このカメラの限界を迎えてますけど。ね、いやこれすごいっすよ。これすぎ。かっこいいっす。いやついにデコトラに乗ることができました。できました。編集長は。はい。遅っ。はい、どうも。ピアチャンネルです。今日は、安曇野急行さんのイベントへ来てます。すごいっすね。はい、三代目ゲン、はいはい、トレーラーの目立つやつが、はいはいはい、友達なんで、一緒に来ました。なんじゃ編集長乗らせてもらったんで、はい、映像、ね、どっかで入れます。どっかで入れます。はい、じゃあまあとりあえずグラッド、そうですね、ぐるっと見ちゃいます。ぐるっと見ますか。まあとりあえずうちのトラックはこんな感じで。そうですね。相変わらずこれの紹介動画まだ作ってないんで、まいね、はい。今こんな感じになってます。そうですね。まあなんとなくなんとなくはい、ステッカーをさせてもらえれば。はい、これ仲間の積成者仲間です。そうですね。はい、オフ会の時にいらっしゃった。はい。いた原さんの。はいはい。原さんに言われて。はいはい、ゲンと一緒に来ないかっていうことで、あ、なるほどなるほど来ました、まあ、途中で合流しましたね、はい、途中合流しました。ちょっとブラッド行きますか。そうですね。原さんも相変わらず綺麗。いや相変わらずだっておかしいぐらい綺麗ですよ。やっぱ新しいやつここ上がってんだね。大丈夫なんだ。あ、本当だ。
でもやっぱ穴開いてるから本当だ軽さがない、あ軽さがない、重さがない、まあでも十分なぐらいはきっとありますよね、こんだけの建物があるんで、じゃあどうなんか適当にどれがいいか分かんないけど、分かんないですよ、あのこの業界に疎いんで、疎いんで、トラック好きなんだけど、なんじゃあの仙台原から行けばよかったっすね。これもいい、これつけたい、あこの仕組み。でもなんか乗用車の整備士からすると、うん、バランス悪くなりそうじゃないですか。まあそりゃそうじゃん。まあトラックだから分かんないですけど、すごいよねこのテールランプの数、すごいっすよね。でリレー入ってるっすもんね。で、あの編集長の好きな電球でしたね。電球、はい、やっぱこういうのは電球じゃないと。電球、なかなかこのトレーラーの後ろまで作ってあるのはなかなかなくて、そうっすね。で今勝手に我々が言ってるのはこの中に座敷を作ろう、座敷を作ろうっていうね。もうちょっと古いから、そうですね、古いからもうね結構錆びてる。すごいっすねここも。あれすごいでしょこれ、黒バラ船団、そうだよ黒バラ海だ、黒バラ海、そうだよ。ああなんで、ああなるほど、今頃、いや今全部話が分かりました。これで本当、はいはいはい、だからあっちのトラックはブラックローズって書いてある。ああこれは繋がってるっていうんですよね。すげえここまでやってあるんだ。そうこれね、今ね家を作ろうと思って貯金してたお金をこれにかけました、はい、家どうしたんですか。じゃあ建てなかった。で最近うち作ったから、ああはいはい、あじゃあもう家ぐらいな金額はかかってるってことですか。かかってるんじゃないかな、まあ、家の頭金にしようと思って、はいはい、いやあいつ開いてる、多分閉めてる、ね、多分閉めてる。あこれあの友達のなんで、そうそうです、ね、全然平気です。同級生ですか。はい、同級生、一緒に来ましたからね。こんだけ出来たらいいですね、うん、いやーすごいよね、すっごいっす。なんて書いてあるかわからんじゃん。クロバラグループって書いてあるね。多分そうっすね、そうっすね。だけど車赤いんですね。車だけど車赤い、車赤いっていう。これもメッキに塗装してあるんだよね。ああメッキの上にこの赤を入れて、メッキの上にこの赤入れてる、はい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 、へえ。すっごいな。ちなみになんで三代目源なんですか。息子が源っていう。ああ息子さんの名前が。親父がいて。はいはいはい。純がいて。はいはいはい。源だから。ああだから三代目源。なるほどなるほど、はい。そういうことですね。そういうこと。一応多分気になる人は気になるのかなと思って聞いてみましたけど。ああなるほど。はあ。すごいね。すっごいっすねこれ。これがまた同じ山梨にあるっていうのが、うん、もう12年ぐらい前からやってるから、はいはい、ああはいはい、ゲームにも登場してるわけです、ね、ゲームにも登場してる。トラッカー伝説っていうゲームがあって、そのゲームに登場しました、ね、はいはい、ああだからまあ多分ここに来てる人はみんな知ってるっていうことですよね。そう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 、ちょっと大人になった人は子供の頃やってた、あー、はいはい、ゲームでやってたみたいな。はあ、まあきっと走ってるとこと乗ってるとこは入れてあるんで、それをちょっと見てもらえる。そうですね、はい、じゃあなんとなく練り歩きますか、はい、やっぱ寒いんですかね、眼鏡がめっちゃ曇る、ね、曇るんですよ、画面が見えないんですよ。初めて来たね。いや初めて来たす。あの編集長もうデコトラはゲームやったり、うん、映画見たりしてますけど、プラモデル作った。プラモデル作ってないです。けどこういうとこも来たことなかったんですよ。見てこれ。すごい。
いね。すごいですね。すごいしか言えないんですけど、何がどうなっててここがどういうもんだみたいな説明はできません。いつもみたいなすごいしか言えない。結局ランボの回みたいになってますけど、これは分かりますよ。キャンターです。キャンターは分かります。いやこれす、これまたすごい、ね、なんていうんですか、天井っていうんですか、アンドンっつうんですか、アンドン、すごいですね。なんて書いてあるか一切分かりませんけど、うん、はあ、これ会社の車こうしたら怒られるんだろう。絶対怒られる。してほしい。いやちょっとこのカットかっこよくない？自分とこのじゃないですか。すげえなこれ。はあ。これしたいな。そのシステムですね。うん、あまあさすがに前はやってないですね。後ろだけ。後ろだけですね。会社のカンパニーに成田さんで行くので決めて全員に渡せる。かっこいいですこの配色は。金メダルの方が不平面。すげえ。すごいっすよね。作ったんすね。あーランチボックスって懐かしいっすね。タミヤのラジコン。ラジコンね。見てこれ後ろちょっと。あのあれですか、ネズミ描きますか。ネズミ描く。ネズミを背面に。ネズミを背面に。背面に。うわ。編集長的にはこういうのが好きですけどね。これはもう完全に遊びじゃんね。はいはい。こういうのやる？いや、多分怒られる。わ、すげえ。ナンバー44っす。44。44。古44ってことはもう当時からですよね。7の三菱ふそうって書いてあるんですよ。ここに昔の。あーいいなキャンター。いいっすね。まあ結局キャンターが好きなんですね。結局キャンターが一番好きなんです。ふそうがいいって。そうそうそう。あじゃあ上行こうか。上行きますか。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれて